日本長野県松本市、有毛崎有毛崎は、長野県松本市の市街地の北西にある地区。現行行政地名は、有毛崎一1丁目から、有毛崎六6丁目と大有毛、大あざあり郵便番号は390-0861。4丁目に、西鱗ロ寺があり、東洋のまたはりと呼ばれた、川島ヨ子の墓がある。 小牧沢道路沿いには商店も見られるが住宅が中心で松本市内でも代表的な住宅地となっている。山頂目には大規模な県営住宅がある。地形的には城山の東側の裾野にあたり坂がきつい。大門沢川が東側の沢村との境界を成している。中央小牧草道路が通っている。小牧沢道路は 朝夕のラッシュ時に二丁目から松本駅にかけての区間が渋滞する。大和有り家先にはアルプス公園、城山公園がある。雑木林が中心だが住宅も見られる。地形的には城山の山頂から東側の裾野にあたる地域で全体的に9度の傾斜地である。この地域からは市内を一望できる。江戸初期には 現在の上山公園やアルプス公園にあたる部分が松本藩主、戸田松平家の乙女場として立ち入り禁止とされていたが、中期になり一部が解禁され、桜やカエデなどが植えられて整備され、町民の憩いの場となり、これが現在の上山公園につながる。一方、アルプス公園の部分の解禁は明治維新後のことであった。江戸時代には周辺地域と一緒に、 有ヶ崎村を構成していた。有ヶ崎村は、新言州の古刹方向時があることから、方向寺村とも呼ばれていた。2018年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。ありがとうございます。